日本代表は現地時間9月9日、日本時間10日未明、ドイツ代表とアウェーで国際親善試合を行い、4-1で解消した。ボランチでフル出場した m f エンドを渡るに関して、リバプール専門メディアは支配者と評価している。動画、アウェーの地で競合を黙らせた。日本代表がドイツ代表から奪った全4ゴールの瞬間4の2の3。 1>, 1システムで真っ向勝負を挑んだ日本は前半11分、DF 菅原幸成からの右クロスを MF 伊藤淳也が押し込んで先制。その後、MF レロイサネに同点ゴールを許して迎えた同22分。菅原からのグラウンダーのラストパスに伊藤が合わせ切れなかったものの、FW 上田綺世が右足で反応して加点した。後半から3バックへ変更し、カウンター狙いの戦い方にシフトした日本は、 試合終盤に途中出場の FW 朝野拓馬、MF 田中青にもゴールが生まれて4得点で対象。昨年のカタールワールドカップ、W 杯に続きドイツ戦で2連勝を飾った。キャプテンの遠藤はボランチとしてフル出場し、玉際の強さを存分に発揮。パス成功率88%、タックル全4回成功、デュエル勝利数7回、 インターセプト2回と好成績を残した。リバプール専門メディア、シシサン・フィールド、は、支配者、遠藤航が日本をドイツ撃破で輝かせる、と見出しを打ち、リバプールの新加入選手が圧倒的なパフォーマンスを見せて日本の4-1勝利を確実なものとした。ドイツにとって直近5試合で4敗目、2020年以降で最も重い敗戦となったが、 エンドがハンジフリック監督へのプレッシャーを強めるのに一役勝った、と評価している。9月シリーズを終え、リバプールに戻った際のエンド起用法も注目を集めることになりそうだ。